あのパラプンテ J リーグサッカーチャンネルですというところで、今回どこが相手でもというところで神戸対鳥栖のマッチプレビューですね、やっていきましょう。よろしくお願いいたしますということで、さあ、鳥栖日曜日のゲームになります。天皇杯、なかなかね悔しい結果となりました。でヴィッセル神戸も水曜日ゲームをしておりますんで、ミッドウィーク、ゲームがあった者同士の対戦というところになってきます。前回の神戸鳥栖戦でいうと、鳥栖が神戸にボールを持たせるみたいな、ヴィッセル神戸対策に打って出ました。この試合は多分この試合もそういう展開になるのかなという感じがしますし、まあ逆にヴィッセル神戸からしてもね、いや鳥栖さんボール持っていいよっちゅう感じかもし、れませんけれども、さあ、どんな展開になるかと、まあ、本当どんな相手でももう勝ち点3が必要な状況、もう勝ち点1でもねヴィッセル神戸だからいいよね、アウェーだしいいよねみたいな、まあ時期ではないのかなっていう感じが、いたします。まあ3か0かっていうところをやっぱり、目指すべきで、まあ3試合連続でね引き分けでも勝ち点3、まあ1勝2敗でも勝ち点3というところで、まあやっぱりね、まあ1勝2敗の場合得失点差がどうなるかっていうねところもありますけどもね、まあ3試合連続ドローな得失点差は浮きませんけども、まあそこもいろいろありますけど細かいところはね。しかしまあもう正直3か0かみたいな時期かな。まあ1ではやっぱり負けど当然みたいな感じもねしますんで、さあどうなるかというとこでしょう。それではできます。こちら神戸鳥栖というとこで、ヴィッセル神戸現在勝ち点46、5位というところ、サガン鳥栖は現在勝ち点24、19位というのが、両チームの今シーズンの結果には、なってきます。ヴィッセル神戸、直近5試合1勝1敗3分けというところで、ガンバ大阪戦はあとちょっとで勝利がするというところで、まあ、中谷選手に最後決めてしまってドロー、勝ち点差を逃す。まあ、やっぱ最近連勝もないし勝利も前の戦以外ではないというところにはなってきます。まあ、ヴィッセル神戸こっから ACL が始まります。アジアでの戦いが始まりますんで、9月以降は相当厳しい結果、日程が、待ってるって中で、まあ、今のうちに勝ち点3を取りたい。まあ鳥栖福岡戦、この九州勢とのゲームで、勝ち点3が欲しい、今のうちに取っておこうっていうのはこれ間違いなかったとはね思いますんで、まあ、そういう意味ではね、鳥栖からしたらまあ本当どこで勝負をかけるか、まあ、守備的に行くっていう、やっぱ北谷監督は守備的とか守備のとこまあ整備しないとどうしようもないんでね、そういう意味では守備から入るのであろう。ただ鳥栖は山口戦もそうですし、その前のリーグ戦札幌戦もそうですけども、前半15分までね複数失点を、決められている。札幌戦は15分以内で多分3点、取られたんじゃないかっていうゲームにもなってきますし、山口戦も前半15分以内に2失点しておりますんで、立ち上がりをどう乗り切るかというところ、まあ本当ゲームの入りというところ当たり前ですけど、最初の15分は特に今の鳥栖のまあ状態からして課題にはなってますんでね、その立ち上がりで失点しない守備、そこをちょっと意識がけてやってほしいというところですね。でこちら、これが前回、リーグ戦の先発メンバー、両チームの先発メンバーには、なってきます。まあ、鳥栖はこっからどう変わるか。まあ、正直今んとこは、まあ、これ言うとあれだけども、寺山選手が先発で入るようなのはないかなっていう、ところ、もちろん、まあ、出る可能性はあるかもしれませんけどもね、ただ、まあ、もうちょっとこう実績ある選手で組むのかなっていう、福田選手とかね、西矢選手のダブルボランチとか、そっちの方が高いかなっていう勝手なイメージには、なってきます。で徐々にこう試合で慣らしながらね、どっかで先発で使える時が来ればいいかなっていうところでしょう。であとは、まあ、新戦力でいうと今津選手の方が先発で出る可能性があるかなっていうところ、やっぱ木村選手がねどうもおかしい、札幌戦からどうしてもねおかしいっていうのはねありましてね、札幌戦から僕あの3失点目はどうしても未だに気になるんですよね。あそこでなんで木村選手はあんな判断をしたのかなってなって、そこは引っかかっていて、で山口戦ではねやっぱりこうね体が重たそうでしたもんね。やっぱりうまくねこう頭と体が、連動していないなっていう感じがしました。ちょっと調子が悪いというか、まあ、そもそもね怪我明けですぐオリンピックのアジア予選に4月に行って、で、そのアジア予選から帰ってきたらすぐリーグ戦で使われて、で今回のパリオリンピック後も、すぐ合流して、ね、ゲームに出るみたいな、あ、まあ、相当疲れは来ているでしょうね。まあ2週間の中断期間、いや僕にはなかったっていう、感じでしょうしね。でまあ
木村選手はやっぱこう初めてのシーズンなんですね、これがね。まあその初めてのシーズンというのは自分がレギュラー選手として責任ある立場でプレーするっていうのは今シーズンがもう初めて、こんだけゲームに絡むの初めてですし、まあ年間通してここまで、出るというのも初めてのことになってきますんで、多分普段感じていない、これまで感じてこなかったような、まあ、体力的な疲れとかね、精神的な疲れがあるんじゃないか。まあプロの選手であれば誰でもが経験するね、最初のレギュラー選手としてプレーしたシーズンにはなりますんで、この疲れ多分ねなかなかにね難しいってよく言いますもんね。これ誰もが経験するけども、しかしまあなかなかに難しい、このね疲労との付き合い方をどうね対応していくかというところも一つプロには、必要なところになってきますんでね。ただやっぱりそういうところでね体の重さが目立っておりますんで、僕はもう木村選手は外せないというか、外した方が一回いいのかなっていうところもあって、まあ今田選手も取ってますしね、ちょっと木村選手のこの2試合のパフォーマンス見る限りだとちょっと厳しいかな。ただ前回ね天皇杯は45分で、変わってますんで、後半お休みでしたね。まあそれはこの試合に向けてのねところかもしれませんし、まあどうだろうな。ただこの間のゲームのパフォーマンス2試合見た感じだと一旦ベンチでもいいかなっていうと、ちょっと休んでほしいかなっていうところにも、なってきますけどもね。あとは酒屋さんが調子がいいんでね、酒屋さんはぜひともサイドハーフとして使い込んでほしいなっていうところでしょう。でヴィッセル神戸は宮代さんが復活をしておりますんでね、まあ、フルスとストのゲームになります。さあこの試合どんな展開なのかで、大迫さんも悔しさ全開の最後のね前回ゲームでございましたんでね、この試合どんな、プレーを見せるか、悔しさ晴らすね爆発があるかどうかというとこでしょうかね。でこちらで、これが、両チームデータ的な話にはなってきます。まあヴィッセル神戸オフェンスもディフェンス面も安定した数字を残しております。まあ本当ヴィッセル神戸だけに許された権利、それが連覇の2文字にはなりますんで、その連覇達成に向けてもうこれ以上負けることができない。でトスもそうです、本当これ以上負けることができない。まあ本当ねシュート成功率って前回まで9位だったかな、ちょっと上がったか他クラブがね悪くなったか分かりませんけどもね、まあシュート成功率でいうと実はトスと神戸はね同じというとこですね。ただ守備の指標はやっぱヴィッセル神戸の方が安定をしているという、両チームの今シーズンの数字には、なってきます。さあまあデータとかもうんたらかんたら言ってる場合じゃないんでね、うん、もう数字うんぬんかんぬんよりも一戦必勝で、新監督の元初勝利を挙げることができるかどうか。まあ新監督の元の初勝利ってほんとでかいんでね、早いとこをね一勝してほしいというとこですね。でこちらで、これが得点パターン、失点パターンです。ヴィッセル神戸セットプレーから14得点、これが最多にはなりますんで、このセットプレーの時の守備というのはトスも結構重要なポイントにはなってきます。まあ変なとこでファールして、セットプレー与えたくないとかね、まあそういうピンチファールで止めるみたいな場面は極力、なくしていきたいというところ、本当不用意なファールとかでもったいないというのはねありますんで、そこは集中してほしいというところですね。でこちらで、今回チームランキングじゃなくて選手ランキングで言うと毎回得点出してますんで、今回アシストの方を出していましたというところ、アシストランキングで言うと神戸、大迫、初瀬、武藤の4アシストが最多ですね。大迫も武藤も得点にアシストに、大活躍を見せておりますね。でトスのアシストランキングで言うと、一応こんな感じで、まあ、手塚さんいない、菊池さんいない、川原さんいない、横山さんいないで、この試合おそらくマルセロ・ヒアも多分いないであろうというとこなんで、ちょっと上位陣ね、得点に絡んでるメンツがいないであろう。まあ、ヒアンはどうだろうな、ちょっとなんとも言えんなっていうところには、なってきますが、まあ、筋肉系であれば、まあ、多分8月は厳しいし、現実的には9月の明けの、9月の明けじゃない、9月の中断期間明けの復帰というのが、まあ、規定路線になるのかなっていう感じがします。まあ、それかもう5分でもいいから出てくれみたいな状況はゼロではないけども、ただ長い目で見たらやっぱりね、なかなかね、厳しい状況、まあ、長い時間のプレーは難しいというとこですよね。で、こちら。でこれが他の90分間換算のスタッツにはなってきます。まあ一応こんな感じですね。まあヴィッセル神戸、まあこれだからトータル、トータル全部かな、他のスタッツのほとんどですね、全部じゃないか、他のスタッツの項目の多くが守備のスタッツにはなりますんで、まあ守備で頑張れる、このねヴィッセル神戸に関してはあまりいい項目は実はないというところ。まあさっき言ったやっぱ数字うんぬんかんぬんよりもヴィッセル神戸も逆転連敗向けてね、ところが重要になってきます。でトスも残留に向けてっていうのがねありますんで、まあもう数字なんかどうでもいいので、これまでの数字はどうでもいいから、本当ね今活躍、今結果を残すことができるかどうかというところでしょうね。でこちら
で今回注目選手は大木原選手と中原選手にしてみました。まあ大木原選手はやっぱりこう視野が広いんですよね。まあ長いサイドチェンジのパスを蹴ることができる、対角線上のロングパスを出すことができます。でトスはそういう揺さぶりにちょっと弱いというかね、前回札幌戦も左右に振られてしまって、なんで5バックなのにね、なんで後ろ5枚なのにそんな簡単にサイドチェンジを許してしまうんだみたいなところもね正直ありましたけどもね。ちょっとこうでね、そのサイドチェンジとかこの展開力、一発打開できるパスを出せる大木原選手をどう抑えるかというとこでしょう。でトスはなかなか活躍することが、できていない中原選手、まあ怪我もあったんですけどね、しかしまあこう中原選手のポジションウィングのところも補強がありましたんで、さあまあ本当中原選手にとっても今後ね、彼がトスのレギュラー選手としてやっていくためには、そろそろ分かりやすい数字が欲しいというとこでしょうね。はい、ということで以上です。以上パラブンテジェルサッカーチャンネルでございました。よかったらチャンネル登録。